どうも皆さん、今日はお忙しいところお集まりいただいてありがとうございます。今日は池袋で、パンデミック条約反対の、大きなデモが行われて、もう大変な数が集まったというふうに聞いております。結構ですね、これ既存政党ほとんどやらない中でね、よくこれだけの運動が、起きてくるなと、新しい動きがね、やっぱり国民の中で始まってるなということを感じさせる動きでした。私がですね、今回、この公開講座をぜひやろうと思ったのも、実は政治の中で新しい動きが生まれてるなっていうのを実感してきたことがあるわけですね。これは1回目でもお話ししたと思うんですけどもね、例えば今日これからちょっとの間だけね、皆さんにとっては貴重なサンプルにもなる、サンプルって言ったら頑張ってる人に悪いんだけどね、サンプルにもなる、今、衆議院補選。4月28日投開票で、全国で3つの場所で行われますけども、東京では東京15区、江東区で、行われるわけです。これは日々ですね、情勢がね、変わってるわけなんですよ。で、そういうことをね、見るとですね、やっぱり新しい勢力、新しいですね、国民の動きをね、反映した勢力が、本当に今ですね、政治の場に出ることが求められてるんだなということがね、本当に感じられるんですね。しかし、その場合ですね、やっぱり鍵になるのは、難しい公職選挙法の問題もありますけどね、選挙のやり方ってのはやっぱり、それなりに技術と科学でありまして、精神論だけではダメなんですね。一言で言って選挙っていうのは戦争なんですよ。戦争も精神論でやると負けちゃうっていうのはね、先般の、あえて私は大東亜戦争って言いますけどね、大東亜戦争でもはっきりしてることなんです。そういう点ではね、私はいろいろなところがですね、いろんな形で声を上げて、政治的な主張をして、戦いになってる、戦いをされてる、それぞれの主張一つ一つについて、私も賛意を寄せられるものもあれば、ちょっとおかしいんじゃないのっていう、私個人の話ですけどね、そういうことを思うような主張もあるわけだけども、そういうものを超えてね、やっぱりその主張を正しく有権者に問うていくっていうことがね、一番民主主義にとって大事なことだと思ってますんで、私がやりたくてやったわけじゃなかったんですけどね、何十年か暮らしの中で、なりわいにしていたですね、この選挙の戦い方、これをですね、極意って言ったらあれですけどね、お伝えできたらという思いで、なるべく無駄なお金とね、手間を使わないで、ですね、正しい方向で、いろんな候補者になったり、あるいはですね、議員になっていかれる、あるいは首長になっていかれるということがされるように、またこれは同時にね、今日はね、非常にこれ大事にしたいと思うんですけどね、私は、やっぱり本人がね、候補者になろうという本人が決意したって一番尊いことで、その人の人生をかけることになるんですが、その上でもね、あえて言いたいのは、選挙っていうのはやっぱりね、集団的、組織的な戦いっていうのをどれだけ上手に作るかっていうことが、勝つことにつながるわけですから、絶対に一人だけで戦わないでほしい。必ず仲間を作って、仲間の知恵も集めて、力も集めて、どんな小さい集団でもね、集団的に戦っていく。これを基本にしてほしいということが、今日の話の底流に流れてると思いますが、これを皆さんにね、お伝えしたいと思うんですね。で、今日の話というのはですね、私がですね、例えばですね、共産党時代も含めてですね、共産党時代、共産党をクビになるまで、最後の仕事はやっぱり選対局というのに所属してですね、いろんな選挙のですね、アドバイスをしたり、具体的なサポートをしましたし、共産党出ちゃってからですね、自民党でも選挙をやりましたし、もちろん民主党でもやりましたし、あるいは無所属の方のね、お手伝い、首長選挙もやってきました。そういう中で、実地に学んだノウハウもありますし、もっと言うとですね、組織政党にいたわけですよね、私はね。共産党という組織政党。この党はですね、共産主義って掲げてるんですけども、早くからですね、議会主義政党に変わったわけなんですよ。少なくとも、昭和30年代後半からは、議会闘争を中心にやって、一応ですね、形の上では暴力革命はやんないと。いうことになって、主に地方議会で議員を増やす、そしてそれをベースに国会議員を増やすって活動をやってきたわけですよね。そうすると、もう半世紀以上、
取り組みをしてるから、ノウハウが蓄積されるんですよ、組織ってのはね。で、そういう中で、例えば共産党の中では、選挙の対策要員を育てるときはですね、選挙学校っていうのもやってですね、長年確認された、そういう法則っていうのを学ぶわけなんですね。私もちろんそれ学んできてますし、そういう選挙学校の講師っていうものもですね、共産党の中で何遍もやってきてます。まあ、そういう意味では、名実ともにこれが職業だったわけなんですけどね。まあ、それがですね、共産党外を出たらですね、意外とですね、共産党だけじゃなくてね、自民党でも同じようなことをやったんだなということがよく分かりましたし、これは逆にね、私、今ですね、率直に言うと、政党政治というものに対して非常に限界を感じてるんですね。今の自民党を見れば分かるわけですよ。まあ、自民党の方、今日はいないからね、言いやすいんですけどね、私、自民党にもお友達いますんで、言いにくい時もあるんですけどね、自民党にもいい人がいっぱいいます。本当に国会議員でも腹を割って話せる方が何人もいらして、いろいろ折々今でもね、相談乗ったりすることあるんですけども、でも、その人がどんないいことを言ってもですね、党全体の方針に逆らえないわけですよね。そうすると、まあ、パンデミックの話も通っていってしまう。あと、これはね、いろいろな見方があるんだけども、例えば LGBT 理解促進法、これ賛成の方もいらっしゃるかもしれないし、私はちょっと疑問なんですね。で、絶対反対だという方もいらっしゃると思う。で、特に今、東京15区で大きな戦いを始めた日本保守党なんかはね、今日決起集会をやられてるようですけどね、先ほどちょっと聞かせていただいたら、まあ、百田さんはやっぱり何よりもね、この LGBT 法がね、通ってしまったということが党を作る上でのね、一つのきっかけになったとおっしゃってるけど、そういう思いもあると思うんですよね。でも私もやっぱり不思議に思ったのは、話を聞くと反対してた人が多かったはずなんですよ、自民党って。でも通ってしまう。やっぱりね、ここはやっぱり政党の打算というかね、独特の政治力学の中で自分のですね、思いを、まあ、あえてですね、後ろに置かなきゃならないっていう現実。まあ、それで大きなものをね、実現するためにそういうことってあり得るんだけども、しかしあまりにも自民党は、そういうことが多すぎないかと思ってるんです。これは実は政党制度の限界なんですね。実はこの問題って、ここ半世紀、特に参議院ではね、ずっと議論になったことあるんですよ。だからせめて参議院だけはね、参議院に所属している議員は、ほとんどですね、法案の賛否について、党議拘束を外すべきだって議論は昔から聞いています。それ衆議院はしょうがないと、政権を争う主戦場だからね、参議院は良識の府なんだと、チェック機能っていうのを働かさなきゃいけないんで、あんまりね、党議拘束で、例えば、与党がね、政府を通じて、発案したね、議案について反対しても除名されるとか、そういうことなしにしようよと。いうこと何遍も提案されたけど、一度も実現したことないです。一度だけかな、臓器移植法案かな、これだけは党議拘束外したと思います。これは90年代だったと思いますけどね、大体それぐらいしかできてなくてね、LGBT っていうのは生き方とか、その人の人生観とかね、かなり深いところに関わるんで、あんまり党議拘束で決めるべき問題ではなかったんじゃないかなというふうに私は思ってるわけですよ。だそういう点ではね、これから新しい政治勢力、特に無所属でやる方も含めてね、政党に負けないぐらいですね、力を持っていく必要がある。そのためにはやっぱりね、本来組織に蓄積された、こうした選挙のノウハウっていうのは、受け継がれなきゃいけないという思いで、今日はやってるわけなんですね。その上でですね、今日一つのサンプルとして最初にお伝えするんですけどね、非常に東京15区、江東区の情勢っていうのは、激変してるということをですね、お話ししたいと思うんですね。これ最近話題になってるですね、情勢調査ってやつ。選挙にあたってですね、情勢調査って必ずですね、ある程度力を持った政党は、調査会社に頼んで行うわけです。もうご存知の方もいらっしゃると思います。これについてですね、一部分だけ取り上げて、発言されている方もいらっしゃるし、フラッシュというね、写真週刊誌のオンライン版の記事に早く載りましたけども、この3つともデータが出ててですね、まあ、基本はですね、まあ、これ言ってもいいと思うんだけどね、乙武さんがどうも振るわないなというのが中心の記事になってるわけですよ。で、乙武さんはですね、本来、この人は出てくるにあたって狙ったのはですね、
自民党、公明党が独自候補を出せないので、そこの票も狙って、まあ、例えば小池百合子知事の後押しを受けてですね、この小池百合子知事がプラスアルファの票を持ってきながらですね、自公の票を取りまとめてトップでね、一気にこの補選を駆け上がろうという路線だったんですが、実際はもうこれはですね、ちょっと当選難しいなという状況になっちゃったわけなんですね。どう考えてもですね、組織選挙だったらこの人強いんだけど、今のところこれぐらいしか出てないわけですね。で、今、状況で見ると、この立憲民主党の元区議会議員の酒井夏実さんが、どの調査を見てもトップなんですね。ただ、やっぱりこの選挙区ね、乱立してるということもあって、そんな決定的な大差はついてないです。例えばですね、ここに、例えば維新、まずこの維新の調査をですね、軸に見ますと、7位につけてるですね、秋元司さん。この方はですね、前々回の衆議院選挙、小選挙区、この選挙区で、10万1000余票を取ってるんですね。で、得票率が45%超えてるわけなんですよ。ところが今、調査見ると3%で、いうことになっちゃってるわけですよね。割と熱いね、支持者がいるみたいで、この方とはお話ししました、私、訪問して。私、ちょっとこの訪問した時のね、きっかけがね、なんていうかね、絶対私は無罪になるって言い張ってたんですね。上告してね。ところが、有罪判決が出て、拘束されちゃったわけなんですよ。実は、拘束されちゃったんで、あ、これはもう出れないかなと思って、事務所を訪ねたら本人いまして、いや、篠原さん、4時間で釈放されましたよと。もうこれ一種の嫌がらせじゃないですかなんて言ってたんですけどね。まあ、いずれにしてもね、かなり固い支持者がいて、お金の面でもね、車を回す面でも、これはもう何遍も言ってるんですけどね、きちっとしてるんで、いるんだなと思ったんですけど、やっぱりですね、まあ今自民党に吹いてる逆風というのもありますし、自民党を所属しないで無所属で出てますから、組織票というのは飛んじゃって3%しかない状況であるわけです。で、他はですね、これ順位をつけちゃうとこうなんですけど、酒井夏実さんが頭一つ出た以外は、ほぼほぼですね、そんなに遠いところじゃない。で、あとこのね、調査、ずいぶん結果違いますよね、他のところがね。酒井さんが1位っていうのは変わるんだけど、例えば、この維新調査では、なんと乙武さんは5位なんですよね。で、5位も5位、しかもこの時はですね、共産党の小泉さんってことが出る予定っていうことになってたんで、共産党の票もですね、予測されていて、7.8%、これを下回ってるんですよ。これは極めてね、重大なことなんですね。共産党、勝つ気なくて出てるんですよ、ここ。勝つ気なくて出てるところも支持が下っていうのはね、絶対これ絶望っていう結果なんですよね。で、ただね、これの見方については、実は動画でも少し言ったんですけれども、実はこれ、いろいろ、この調査っていうのは、いろんな問題点があるんですね。問題点っていうよりもね、見る上での注意点がいる。っていうのは、これ、まず小選挙区の小さな範囲で行われた、調査なんで、広い範囲でね、例えば広い範囲の電話をかけるとかいうことじゃないわけですよ。今分かってる江東区内の公開されている電話番号で、アトランダムにかける。ということをね、それぞれ、違う会社がやってると思うんですね。で、もう電話でしかできないですから、ごく短期間にしかやってないっていうのはね、これだけの、要するに、例えば維新の場合、これだけの立候補表明者が出るってのは、割と最近なんですよね。だから最近やって、この結果は少なくとも、実は8日ぐらい出てるんですね。8日に出てる。おそらく調査期間3日だけです。としますとですね、会社がやっても、せいぜい500ぐらいなんです、電話してるね。まあ、通じないの多いわけですよ、電話してもね。多分1500本ぐらいかけて、500本ぐらい通じて話を聞いたということなんだと思うんですね。で、それからこの、実はね、今日初めて言うことなんですよ。いろいろね、僕もね、リサーチしたんですよ。聞いてみた。いろいろこれね、バレてくるのがね、一番最初に出たのが、これがね、維新が10日の日に、10日の午後に国会に出回ったんですね。で、自民党と公明党の調査っていうのは、ほぼ同時に、11日の午前中に入手できました。私はほぼ国会に出回ると同時に入手できるような体制を取ってますんで、まあ、そういうことなんですけど、そうしたら夕方にはですね、この3つのデータを使った、さっき紹介したフラッシュの記事が出たんですよ。でね、まあ、じゃあ、
これが先でこれがとかっていうことなのかなと思ったら、そうじゃないんですね。どうもね、いろいろ聞いてみました、関係者に。っていうのは、私、公明党にも維新にも知り合います。で、維新は、ね、それぞれね、これ、偽物データがね、たまに流れることあるんでね、どうなのって聞いたら、調査確かにやったと、両方とも言いました。自民党ももちろんやってます。やってます。維新の場合はね、誰が漏らしたか分かんないって、今ね、党内で疑心暗鬼になってるそうなんですけどね。公明党は実は維新より先にやっていたということが分かりました。で、それ私合点が言ったんですよ。少ない数しかやってない、6人分しかこれ予想してないんですよ。これオーダーした時に6人分しかオーダーしてない。だから秋元さんと吉川さんは入ってない、結構早い時期やってるんですよね、で多分ね、公明党の腹では吉川さんは割と早く出るって言ってたけども、賛成党な届かないからいいやってぐらい考えたのかもしれません。で、秋元さんはもうダメだろうということがあって外したんだと思うんですよね。出ないだろうと思って外したと思うんだけども、で、データもね、見ると、まあ、こんなもんなんですけど、早くから酒井さんは 13% で、共産党も入ってるということなんですね。で、飯山あかりさん 2% ということだったわけですよね。で、維新の調査でやっぱ驚くべきところは、飯山あかりさん 9.2% になってることなんですよね。これはすごいなと思います。でこれいろいろ調べてみたんですね、裏だったらね。要するにこれが一番古いとしたら、こっちが新しいデータになって変化があるわけです。それぞれね、それぞれ増えたり減ったりしていることには変化がある、何かあったら飯山あかりさんいろいろですね、それはあの日本を人に教えたって何やったんですかって教えてくれません。で、地域の人に聞いてみました。したらですね、結構まめにね、僕も心配してたんですね。もう余計なおせっかいだって言われましたけど、大きな演説会があって支援者集めるのはいいけど、いつも私気にしてたんですよね。百田さんがこの中で江東区の人どれくらいいますかっていつも少なかったですよね。で、なんか私も自分で1回だけですけどね、飯山さんの配信ね、演説の配信やらせていただいた時に、あ、地元の人とちょっと壁できちゃったな、一方的に盛り上がってるなっていう心配があったので、まあそれっぽいことちょっと言ったんですね。そしたらまあその後ですね、実は仙台の市長さんだった方ともちょっとだけ声かけ合ったんですけどね、あの方考えたんだと思うんですね。結構ね、地元に根回しをしたらしくて、地域のね、集会、例えば自治会ね、マンションの管理組合とか、自治会の集会にちょっと挨拶させてもらう。これは実は地方でよくやってる手なんですね。会社の朝礼で挨拶させてもらうとかね、町内会だったら挨拶させてもらう、敬老会があったらそこで5分だけいただいて挨拶させてもらうということをね、お願いしてまうんですよ。そしたらそれ結構ですね、やってるようで、それから路地裏の宣伝もやって、団地で今春先ですから、暖かくなってくると窓が開いてる時間がある、夕方のいい時間にですね、街頭演説ね、予告なしにやるということを結構繰り返したら浸透度が上がったんですね。浸透度が上がって、これだからホットデで勝手にですね、やってるだけで上がらない数字なんですよ。これは相当ですね、努力したんだなってよく分かりました。いうことなんですけども、ただしね、それがまだまだね、全地域になってないってことを表してるのは、これは実は自民党のデータ一番新しいんですね。自民党のデータ一番新しくて、おそらくね、サンプル数はお金かけるんで、ここが一番多いと思います。1000ぐらいやってるんじゃないかな、見てます。ただし、地域にばらつきがあるんですよね。やっぱり狭い地域ですから、だからどの地域かっていうのは分かんないけど、少なくとも飯山さんがまだ手ついてない地域があるんだなっていうことが伺えるわけですよ。これたまたまですね、維新がやったところは飯山さんがこう手つけて効果が上がったところをやった。でもいずれにしても効果は効果です。努力がこうやって変化を作ってるんだっていうことだと思うんですね。で、あとこの辺と比べて自民党のこの一番新しいデータっていうのは、まず立候補する人が一人増えてますよね。これ、翼の党の根本良介さんの方ですね。この方ももうデータが出てるということなのと、あとですね、面白いのはですね、吉川里奈さん、参政党もね、参政党も実は日本保守党と同じような問題を抱えていて、結構選挙上手になってきてるんです。というのは、今日話すような話って、実は参政党でも何でも招かれてやってるんですよ、私はね。で、まあ、それを結構忠実におやりになって、参政党って今、地方議員が140人ちょうどかな、今日調べてみたんですよ。140人ちょうどになってます。お辞めになった方もいらっしゃるんだけど、これは結構いい数だなと思ってます。というのは、N 国党っていうところありましたよね。これ悪口じゃなくて言うんだけど、
立花さんってすごい選挙の天才みたいな人なんですよ、僕からすると。なんでこの人選挙の本質分かってるのかなって思うときあるんです。ちょっとやりすぎちゃうときあるんだけどね。でもあの人が、N 国党を作って、ご自身が当選されて浜田さんに譲ったけども、地方議員50何人作ってるんですよ、あの人。まあ辞めちゃう人も多かったんだけど、50何人まで持って、まだ30人ぐらいいるんじゃないかと思いますけどね。結構作ったな。で、参政党はそれを超えられるかどうかなと思ったらですね、やっぱり選挙のやり方をきちっと、選挙の学校もやって、で、選挙の対策部門を作ってですね、経験を蓄積したらきちんとできましたね。140人ぐらいいるわけですよ。で、まあそういう点ではね、選挙上手なんだけども、しかし、今回の場合ですね、吉川さんの場合、もともとですね、東京1区の候補者、予定候補として活動してるのは急に持ってきたわけですよね。ですからちょっとね、初め勝手が分かんなかったっていう感じですよね。ですからなかなか浸透も難しかったんですけども、幸いですね、江東区には、さっきの地方選挙で、参政党区議会議員をお一人当選させることができてます。お話聞いてきました、その区議会議員の方はね。割とですね、この江東区って、票数がないと当選しないんですよ。大体3000票があのボーダーラインで、普通の市議区議員が大体2000だから1000ぐらい上だと思っていただけばいいんですけどね。その方がいらっしゃるんで、少なくともね、もう3000はね、もうすぐ抑えられる数だし、あと、参議院の選挙ありました。22年なのかな。22年参議院選挙。この時はですね、7700票取ってる。まあ、その辺がベースになってるわけなんですけども、それをベースにですね、きちっと抑えながら、今日抑え方の話もしますけどね、ここからここまで増えてるってことです。簡単に言うと。かなり効果が出てきて。路地裏選でも相当やってますし、応援の方も含めてね、駅前の制覇作戦みたいなこともやってます。あえて言いますけど、私の勝手な見解だってことにしてくださいね。これ、選挙の事前運動ではないんです。これ、政治活動なんだけど、でも政治活動と選挙活動のね、明確な境界線なんか引けるわけないんですよ。そこに公職選挙の無理があるんだけども、これは事前運動じゃないってあえて言っておきます。政治活動としてやってるんだけども、しかし戦いとしては非常に効果があるということなんですよね。まあ、そういうふうになってくると。で、秋元さんはあんまり変わらずということですよね。で、今回ね、で、今後の予想で、やっぱり注目点っていうのはやっぱり、こういう新しい勢力ね、飯山さんとか吉川さんはどれくらい上がるかということ。で、ただね、今後の選挙本番での戦いで課題になるのは、本当に当選目指すんなら、この方がものすごい壁を作りつつある。もう一人勝ちの壁を作りつつある。で、この方って結構人気あるんですよね。これも私ノンワークでちょっと自分自身で失敗したなと思ってるんですけど、区議会議員選挙にちゃんと出られていて、区議会議員選挙で8000票取ってる。8000票ったらですね、下手すれば最低得票の3倍なんですよ。当選の最低得票の3倍ぐらい取ってる人なんです。で、上位2位なんですね。1位公明党の方でしたけどね。で、その上ですね、昨年の12月の区長選挙に出られてます。この時は、区長選挙ね。じゃあ、ここもちょっとね、高等の選挙見る時の一つの鍵なんですけど、選挙は繰り返されちゃってんですよ。前の区長は、買収選挙で辞職せざるを得なくて辞めたと。まあ、その前の年はですね、参議院選挙があったり、市長選があったり、そんなことを繰り返してるわけですよ。で、選挙できてるからね、投票率下がっちゃったんですね。昨年の12月の投票率はですね、38%。で、衆議院選挙は割とね、ここね、前回、前々回結構高くて、先ほど言ったですね、秋元司さんが10万以上取った選挙では 58% だったかな、投票率が。それが38まで 20% も落ちてるんです。ですから、今の区長っていうのは実は小池百合子さんの結構腹心だった人なんですよ、東京都ね。この方は5万6000票で当選した。随分下がったなと思うんですけど、その選挙の中で、酒井夏実さんは3万8000票取ってるんですね。で、しかも、その時、これが重要なんですね。立憲民主党の区議会議員だったけども、共闘したわけですよ。首長選挙だから。立憲民主党、共産党、社民党、そして令和新選組。この4つが組んで、担いだ人なんですね。で、実はいろいろな問題がありまして、事前に知ってたんですけど、私はね、立憲民主党は実はね、須藤元気さんをここで担ごうとしてたんです。あえて断言しちゃいますね。
っていうのは、立憲民主党が3月でこういう事前調査やってたときに、須藤元気ならどれくらいの票が出るかっていうデータの発注したのを私、あることで知ったんです。ですからこれは須藤さん大好きなんだな。もともとこの人は立憲民主党だったんだけども、首班指名の選挙の時にですね、山本太郎に入れちゃって、立憲民主党を辞めざるを得なくなっちゃった人なんですね。ということは山本太郎と親しいんですよ、この人は。そういうようなこともあって、いろいろあったんだけども、今回の選挙で、本選挙になった時に、誰で勝てるかって話になって、おそらく共産党あたりが、もし、酒井さんでやるんだったら、うちの候補者、小包さんってね、この共産党の責任者ですけど、下ろしますよって話をして、結局立憲も乗らざるを得なかったんだけど、これが正解で、例えばこの段階、まだ降りてない段階でも15.6あったのに対して、この7.8がプラスされるわけですよね。で、その結果が出たのが18になってるわけですよ。そういう経過を経てるんだということなんですよね。で、須藤さん、でもどうなのかと。私は須藤さん、ちょっと厳しいなって見てたし、私とよくせ、あのー、政治番組があるですね、政治ジャーナリストの安住明子さんもですね、須藤さん、厳しいんじゃないの？須藤さんのね、名前を書いて入れた票って江東区で1300しかないんだよと。全国比例の参議院で出たんですね、この人ね。全国比例の参議院で出て、1300しかこの江東区でなかった。しかし、この人は江東区出身、生まれて、小中までかな、江東区で育ってですね、その後格闘技の世界に入ったんだけども、有名人で、しかも親父さんの代から2代続いてですね、地元の居酒屋、江東区内に2軒かな、他の国も支店があるみたいですけど、やってるという方なんで、割と地元に根付いた方なんですね。しかし、難しいかなと思ったら、結構このね、最初の調査から10%出してますね。で、これは4ですけど、最近の調査で9出してる。これ意外にこれ出してるんですよね。で、これやっぱりいろいろですね、見たら、沈黙してるけど、どうも山本太郎さんが支援してるようですね。で、山本太郎さんっていうのは私も付き合いがあったんだけど、あの人結構ね、れいわ新選組っていう枠じゃなくて、自分の支援者東京都内結構持ってます。かなり票を取る人です。で、自分のその支持者のリストって結構きちっと確保していて、そこの取りまとめがいて、で、こういう面白いことやってるんですよね。れいわ新選組って、れいわ新選組推薦っていう枠と山本太郎推薦枠っていうのがあるんですね。で、やっぱり須藤元気さん、れいわの中でもこの人は応援できるって人、できないって人がいるみたいです。ですから、どうも党として表立って押してないような形だけど、太郎さん押してるんじゃないか。そうでないとね、いくらなんでもね、これね、地元の人としても結構出過ぎかなと見てます。ちなみに山本太郎の票っていうのは、前回の東京地方区の参議院選挙、一番新しい参議院選挙で1万8000票なんですよね。区議会議員だったらですね、5、6人は当選させられる票があるんですよ。それくらいの票があるんで、それがプラスされればこれくらいいくのかなという感じはしました。そういう形ですけど、で、今回一番教訓にしなきゃならないのは、乙武洋匡さんです。この人については言ってもいいと思うけどね、この人はね、いろんな面で、不幸が重なったというかね、それは身から出た錆ってことはあると思いますよ。8年前のいわゆる週刊文春あたりにやられた不倫問題っていうのはまた蒸し返されたという問題あるかもしれません。で、これを一つの奇貨としてですね、この人の名前が、実はこの人を担ぎ出すのは、実は自民党東京都連の萩生田光一先生と小池百合子さんがどうも密談したんですね。で、それで小池百合子さんはどうも何かを感じてたらしくて、初めはね、この人を出すかどうか、自分が出ることを考えたら間違いないんですよ。で、自分が出ることは、これは二階俊博さんが、ある意味、このパーティー券の問題で、一つの取引をして、処分されるか引退するか、どっちかにしなさいということで、引退を選んじゃったんで、後ろ盾がいなくなっちゃった。自民党に入って、一気にね、この人はですね、選挙勝ったらですね、自民党で、20人まとめて、総裁選出て、初めての女性最総に走り抜ける。もう私はっきり言っちゃいますけどね、それを狙ってたんだけど、どうもそれができそうもないっていうんで、身代わりを立てようということで話をしたんですね。それでも足場を築きたいと。で、足場、いろんな意味で築いています、小池さんは。
ご当地ですね、豊島区でもこの区長はですね、小池さんの腹心だった部下の人が区長に当選しています。江東区もそうです。まあ、そういう形で地方を広げてるんですけども、まあ、乙武さんを候補者を出せない事項に恩を売りながらね、こう立てて、で、まあ、身体的にご不自由な方なんでね、非常にこのイメージがいいんじゃないかと思ったら、逆だったですね。で、それで今回もね、結局ですね、出れないっていうことになっちゃうんですけども、小池さんは早々にですね、この人でやろうとしたらですね、不幸が重なりまして、公明党が8年前のその問題引きずってる人はね、公明党の選挙っていうのは女性が軸なんでできないって話になったんですね。で、女性が軸だからできないとは言わなかったけども、一番早くから乙武さんを推薦するのは難しいっていうふうに石井啓一幹事長が言いました。で、東京都連の高木さんっていう会長もね、公明党の会長もできませんって言いました。それで困ったのが自民党なんですね。で、特に自民党の高等支部が、公明党がやらないんだったらうちもやりませんって言っちゃったんですよ。で、萩生田さん困っちゃった。東京都連の会長困っちゃったということなんですね。ですから、で、どういうことになったかと。で、結局ですね、乙武さんは何とかしたくて、3月のですね、28日だったと思うんですけど、小池百合子さんが会見したときはですね、自分はこの乙武さんをファーストの会、国政政党を目指すファーストの会の副代表にして、自民党と公明党に推薦をお願いしますよ、言ったんだけど、結局今言った水面下でそういう動きがあったので、乙武さんも焦ったわけですよね。で、急にですね、自分の出馬会見で、私は無所属で出ますって言っちゃったんですよ。無所属で出ます。ぜひ推薦してください。まあ、そういうことを狙ったんだけど、それが裏面出ちゃったんですね。どういうことになったかっていうとですね、こういうこと言われちゃったんですよ。で、自民党がね、極めて珍しいんですよね。4月の12日ですから、昨日です。昨日ですね、コメントを出しました。こういうこと言ってるんですね。衆議院東京15区補欠選挙の告示が来週火曜に迫る中、当初、推薦の方針で協議を進めていた乙武洋匡候補に、選挙区である江東総支部から、党としての推薦を出さないでほしいとの要望があったこと等を勘案し、党本部としては推薦決定を見送ることにしました。今後の対応については、現地で党勢拡大を目指す江東総支部の意向を第一に、引き続き東京都連と連携を図っていきたいと思います。江東総支部は2回も出てきて、もう絶対にこれ推薦しませんよっていう意思表示です。で、しかもね、一番最後に東京都連持ってきたっていうのはね、お前のことは後回しだっていうこういう意思表示、政治の言葉の呼び方ってあるんですね。これ言いたいことはだからね、ともかくやらないよと。で、やらない口実としては東京都連ではなくて、江東総支部。まあ、下部組織ですよね。下部組織が、やらないって言ってるんだから、やれないじゃないか、ということなんですけど、本音違うんです。公明党が推薦しないからできない。公明党と違う意向のことをやったらば、次の本選挙、衆議院の本選挙で、自民党の議員って、今いるうちの90数人はですね、公明党の応援がなかったら絶対当選しない人たちなんですよ。そこが脅かされちゃ困るんで、もう早くからこれは負けてもいいから、公明党と足並み揃えようということなんですね。こういう形で、まあ、話を進められちゃったんです。もう一つの口実でこれ重要なのね。本日までに本人からの推薦の要請がない。この言い方もいやらしいですよね。小池百合子さんは、自分が推薦要請したって言ってるんですよ。間違いなくしてると思いますよ。でも、自民党本部は、これ、小渕優子さんがこれ発表したんですね。選対委員長ですからね。要するに、候補者である乙武洋匡氏から推薦の要請がない。これ、要するに、現地取られちゃったんですよ。私は今まで推薦の要請してません。無所属で行きます。推薦する人にはしてくださいでしょ。頼まないもんなんかやるもんかって言わしちゃったんですよね。下手ですね、はっきり言うと。で、こういう形で、いろんなことが重なってですね、まあ、自民党と公明党ダメだと。まあ、もうほぼ絶望ですよね。で、でも絶望の中でも、なんか、捨てる神あれば拾う神ありっていうのがあって、今日ですね、実は今日なんですけども、国民民主党の玉木雄一郎さんが、SNSX を通じてですね、うちは推薦しますって表明してます。面白いです。これ読んでみるとね、
作友乙武洋忠さんに我が党に来てもらい、本人の思いや政策を幹事長や選対委員長、都連の幹部で伺った上で、国民民主党として東京15区の衆院補欠選挙の推薦を決定しました。正直大変厳しい選挙ですし、本人の過去について様々な批判があるのも承知しています。参院選では戦いました。戦いましたってのは相手になったんだね。敵として戦ったって意味だね。だからこそ乙武さんの思いを直接聞きたかったのです。話を伺い、今の日本を何とかしたいという強い思いを共有することができました。また安全保障、憲法、エネルギー政策など主要政策でも大きな方向性が一致していることも確認しました。そして誰よりも人生におけるサポートの必要性を感じているのはこの私です。だからこそ政治の力で皆さんの歩みをサポートしていきたい。皆さんの人生を全力で支援する政治を行っていきたいのです。そんな乙武さんの目指す政治を一緒に実現していきたいと思います。全力で応援しますって言うけど、いかにもこれ、調べてみてくださいね。いかにもこれ言い訳ですよ。勝つ気ないんですよ。極めて大変厳しい選挙って言ってるじゃないですか。これ何のためにね、応援するのか。勝つ気ないんです。じゃあ何のためにそんな無駄なことするのか。これはね、前からの政治の動き見てたら分かるんですけどね、小池百合子さんとの提携の中に、国民民主党の生き残りをかけてるんですよ。天木さん、前からね。前からそうです。ですから、これで小池百合子さんに恩を売っとけば何かあるんじゃないか、期待で、決して15区で勝とうと思ってるわけじゃないし、何しろこの15区では、国民民主党が自分が候補者立てようとして、経歴問題か何か知らないけど、大失敗してるわけですよね。まあ、まずプラスにはならない。そういう点ではですね、もう、わらにもすがる思いでね、いろいろやってんだけど、この人が今後上がっていく要素は全くなくなったと。これくらいですね、選挙ってのは、組織がついたら盤石に見えたんだけど、何かの機会で外れてしまえばこうなる。もう本当にこれを見ると私ですね、希望の党の選挙を最後に手伝いましたけど、希望の党の党首が小池百合子だったんですね。私、小池百合子に何にも共感してないけど、出た候補者との義理があって手伝いを引き受けたわけだけど、本当辛かったですね。初め希望の党ってのはなんか本当に希望を持たれて支持率下がったのにですね、小池百合子さんが差別発言みたいなことをしてからですね、毎週 10% ずつ支持率が落ちてる。まさに同じような思いを多分ね、これデータは横ばいだったら微増してる。まあ今知名度がだんだん上がっていく方向なわけなんですけども、多分同じような思いをね、乙武さんしてんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもですね、かなりこれで見ると、そんなに2位以下は差がついていません。誰がですね、本当に、この酒井夏実さんに追い迫るようなことをやるのか。いろんな考え方だと思います。例えば今日ですね、池袋で行われたパンデミック条約の問題、これでですね、パンデミック条約に反対するという点で、確か須藤元気さんは今日挨拶したんじゃなかったかな。行かれた方います？ね。で、吉川里奈さんも参政党も挨拶してましたよね。この2人はそういう意味では同じような方向性の人もいるわけだし、まあ秋元さんは秋元さんでね、自分の支持者をまとめるんですけどね、飯山さんはだから LGBT の問題とか、まあ、自民党に飽き足りなくなった人をどれくらいまとめられるか、ここがやっぱり一つの勝負になってくるんじゃないかな、今後の見どころだと思います。まあ東京15区はそういうことでね、勉強にもなりますから、今後見ていただければと思います。そういうことでよろしいですか。だいぶ時間が多いです。そうですね、まあ、どんどんやりますね。生の話の方がね、分かりやすいからね。はい。ということでね、今日はね、いきなりですけど、本質に迫った話しますね。前回はかなりですね、なんていうかな、前提の話しましたけどね。